星です。どうも、もう返せません赤崎です。どうも、ひふみかじだぞ。よいしょ、はい、今回はなんとビンビン豚、はい、言っちゃいましたね。ビンビン豚、新な、ね、名前ですけども、うん、ビンビン豚、こちら JR 埼京線戸田駅から徒歩、まあ、10分ぐらい歩きます、はいはい、あの前ね、埼玉県富士見市にあった人気店なんですよ、うん、これが、はいはい、まあ畳んで6月30日にこちらに移動してきたと。なるほど、なるほど。移転オープン。以前はね、この今井帝国というお店があったんですよね、この場所には。はいはい。これもジャンクガレッジ系のお店で、うん、まあ同じ系列店だからか、居抜きオープンをね、しやすかった。なるほど。すべてジャンクガレッジ系と。そう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 、はい、で今回あの汁なしを頼んだんだけど、うん、エビマヨとかコールできるのはベビースターはないと、うん、であと汁なしの野菜ダブルはって言いません。なるほど、このお店ならではの。そうです、はい、これで汁なしの第2グラムあるわけだな、うずらプラスしております。はい、ということなんです、ね、うまそう。ちなみにカジも一緒にね。はい、僕も一緒に行って、はい、こちらカジオシプラスチーズね。チーズ、これ見てよ、チーズの量。これね、やればよかった、マジですごいね、はい、これはすごいね。めっちゃうまそう。ぜひやってほしい。というわけで、まずね、この豚から見ていきたいんですけど。絶対うまいじゃん。あ、もう思いました。絶対うまいよ。早いっすね。うん、意外にもね、うん、これ、ものすごい柔らかいんですよ、これ。そうなんですね。なんかちょっと、うん、弾力系に見えますけども、うん、あ、もう、崩れちゃうぐらいの。いいですね。うん、や汁なしにやっぱホロホロっていうかね、あの柔らかい豚もやっぱ合いますから、ビンビンですよ。いや、あ、ビン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 、お、出た、お、ね、出ました、麺が、うん、出ましたが、こちらの麺、ややごわ太麺ということでね、うん、やや、これ見てください、麺にね、ちょっと黒いのついてるでしょ。これが黒胡椒がもうすでにまぶしてあるんで、やっぱ、ね、これが最初からいいアクセントなんですね、うん、いいですね、汁なしで。あ、そしてね、音アングルを変えていきまして、卵を潰していくんですね。で、混ぜて、はい、やっぱ混ぜそばっていうか汁なしなんで、うん、その横にあるエビマヨも、エビマヨね、うん、こちらも投入。よかったですね。いや、これがね、いいんだよ、ね、はい、本当に、うん、で、何がいいっていうと、まあこうやってまた引き出していきますけども、うん、この卵とエビマヨ合わせることにより一番のうまさっていうのはこれなんです、うん、そう、滑らかになるんですね。なるほど。口触りがとっても滑らか、うん、あのエビの風味と卵が連結して口の中にブワーッと広がっていくんですね、うん、さらに鰹節なんてのも入れちゃうよと。はいはいはい。これはデフォルトで入ってるんだけども、はい、まあ鰹とね、醤油が合わさって、ここでさらに和風な、なるほど、うんうん、美味しさにもなる。またも味変でと、あ、できるんですか。あ、じゃあもう少し、はい、なーこれ、どういうの。いや、気になるよ。あ、それで気になりますよ、うん、気になるね。え、そうなんですよね。そうなんです。え、途中で出してくれたんですよ。え、途中の追加野菜をしてくれたんですよ、店員さんが。禁断の。いや、禁断のっすよ、本当に。コールの時しか言えない。いや、そう、うん、いや、すごいでしょ、これ。すげえ。いや、もうびっくりしてね。で、さらにもニンニクなんかも2つ入ってるんで、はいはいはい、もう重量がいきなり来たんでね、ドンと。いや、すごかったですよ、本当に。これめちゃめちゃ嬉しかった、このサービス。はい。衝撃。いや、衝撃ですよね。うん、途中から増えて、で、さらにね、続けて引き続き食べていきますが、ムンムンのニンニクとエビマヨが合わさって、周りのニンニクにもなるんですね。なるほど。まあ、そんな中、卓上ダレも、はい、ぶっかけていき、プラス、やはりギャバンのブラックペッパー、今回もトンド缶でございますが、うん、エビマヨね、結構早めに味わっとかないと、うん、あの、下のタレと混ざっちゃってね、あのエビマヨの味の良さがちょっとあんまり出なくなっちゃうから、うん、あ、なるほど、残さない方が僕はいいかもなって思う。なるほど、先に食べてね、うん、そうで、マイルドになりすぎたらこう辛めとか胡椒で合わせていくといいんじゃないかという説が流れております。説が、もう説が、はい、自分で唱えてあげるから完全に。まだうずらはね5個入ってますんで、はい、お好きな方はギャンギャン入れちゃってください。ギャンギャンにギャンギャンに入れちゃって、はい、おちゃんじゃしぇー、いいっすね。というわけで、こちらのステータスでございますが、野菜量はもう申告して90、はいはい、おしまいセーブ8875です。はい、ということでね、ビンビン豚行ってまいりましたけども、ビンビン豚がもともとあった、はい、まあ、埼玉富士見市、はいはいはい、ここにはまた新たに別の二郎系ができたらしい。そうなんですか、ね、ハイキックというあれそれってジャンクガレス系ですか。まだ分かんない。これね、まだ未調査です。なるほど、はい、ハイキック、ハイキック、ハイキック行きたいな。何かありそうですよね。いや、何かがありそうだね。何かありそうよ。不意をつかれた名前だったけど、なのでちょっと今度調査しに行ってみたいと思います。ビンビン豚は
ということでございました。大変美味しかったコットンでした。はい、さあ、ブルッ。